今回はですねだいぶ汚れてきたメイクブラシの方を洗っていきたいと思いますメイクブラシはねあの他のビューティー系の動画を上げている方と比べたらだいぶ雑な洗い方になるしその専用のものとかあんまり使ってないんですけどもまあ、ちょっとずつね紹介しながら洗っていきたいと思います今回洗うブラシはこんぐらいですね アイシャドウブラシとファンデーションブラシとチークや、えー、とブロンザーをしているブラシと眉毛のブラシそれから前にねキャンメイクのやつ紹介するときにちょっと使っちゃってまあそれ以降使ってないんですけどまあ汚れてるんで一緒に洗っとこうと思うこのでっかい歌舞伎ブラシみたいなダイソーの春姫のやつですねこれを洗っていきたいと思いますね使うものは皆さんよく使われているこちらの あのダイソーとか100均で売ってるちょっとしたものを洗うためのこするやつですね,ね洗濯板みたいなやつこれとこれはシャンプーですなんかあのダイソーにあるメイクパフとかブラシとか洗う洗剤使ってみたんですけどなんか私はなんかリキッド系のファンデーションとか特に全然取れないなっていう印象があってそこで一応ね シャンプーって頭皮の頭の油とか全部洗ってくれるじゃないですか。でそういうのもあって、ちょっと試してみたらねシャンプーが一番綺麗に取れるんですよ。でまあ匂いもちょっと良くなるし、あのまあ、髪の毛手入れするようなもんなんで。 ブラシにもいいのかなと思いつつねたまにトリートメントをつけてあげたりするんですけども、まあ、今回はそういうのはなしでこのシャンプーねちなみに中身は確かパンテーンの水色のやつ今はもうねそのシャンプーは使ってないんですけれども前に使っててねこれは旅行行く時用に詰め替えたやつなんですけどまあ今は今使ってるやつを持っていってるのでこれはねもう完全にメイクブラシ洗う専用のシャンプーになっていますパンテーンがね あのメイクブラシは一番取れます今私が使ってるシャンプーがラックスなんですけどラックスはね正直あんまり取れた感じがしなくてこのパンテーンがね一番おすすめなのでもしわざわざあのメイクブラシ専用の洗剤とか買いたくなくてシャンプーがたまたまパンテーンの方いらっしゃったら是非このシャンプーでね取ってみてください。すんごい綺麗に取れますんでしかもあんまり長いこと洗わてまも結構すぐスルッと取れるんですごいおすすめです。 ではやっていきたいと思いいとますはい、ではちょっとね今回カメラ置くところがないんでキッチンなんですけどもちょっと汚くてすみませんではここでやっていきますまずねこちら指につけてまあ何でもいいんで洗うブラシをね持って水道でこう軽く水洗いしていきます水洗いして シャンプーですねほとこんぐらいでいいですブラシをこすりつけますもうこれだけでね結構ね茶色いファンデーションのあれが出てきてると思いますちょっとねもうちょっとシャンプー足していきたいと思いますこんな感じで えっと結構ねすぐに綺麗になっていきます。でリキッドのファンデーションは先だけじゃなくて結構奥の方とかにね液体なので染み込んでいってることが多いのでサイドもねちょっと毛が傷まない程度に優しく洗ってあげます。で流していきます。 よく水を切ったらかなり綺麗になったと思います。では、こちらはね。こちらにタオルを敷いているので、そこに並べていきます。チークブラシなんかも全部同じ要領で洗っていきます。 でブラシって結構早く使いたいと思うんですよねずっと干しっぱなしだと使えないものとかもあると思うんでそういう時にもしあるのであればこういうねマイクロファイバー系のタオルでしっかりと水気を取っていくと乾くのはかなり早いです。 こうしっかり、ね、水分をタオルにとってもらうようにしてで風通しのいいところでしっかりと干せばこういうね太いブラシで軽量が多いやつだとちょっと難しいんですけどファンデーションブラシとかアイシャドウブラシぐらいだったらこの方法をすればほんまに1日もは干さなくてもいけますね。このブラシとか 何年ぐらい 4, 5年ぐぐららいいい使っとるとる思いますこれは多分クレアーズとかで5本入りとかでね980円とかで売っとるやつの中の一つなんですけども結構ね触り心地が良くて気に入って使ってますこんな感じでねちょっと拭いただけで結構ねふさってなってあんまり水気がなくなるんですよでちょっと毛のあの流れを整えてあげて私は干すやつがないのでタオルの上に並べて。 あの風通しのいい窓際とかで干してますでこれ縦にねこうやるのはいいんですけどこうぐるぐるとかすると中の毛が縮れたりとかあまり良くないのでこうなるべく縦だけでねあまりいろんな方向にぐちゃぐちゃしないようにするのがポイントです。あくまでも水分を取ることがメインなのであまり力も入れずサッサッサッと優しくね水分だけを こうやるとねほらもうタオル水吸い取ってるんででこれもフサフサになりましたアイシャドウブラシがね一番ねね毛先は、ね、整えておいいいいた方がいいと思いますやっぱアイシャドウブラシは小さい分ね先が割れたりとか折れたりとか折れる、まあ、毛が折れて変な感じになったりしやすいのでしっかりと整えた状態で干してあげることがポイントです こんな感じで大きいブラシでもねある程度の水水分が取れてこう綺麗な状態になるのでこれもこう毛先をしっかりと整えてあげてこういうね洗ったものとかもしっかり乾かしてやっぱり洗うものが汚いとブラシをきれいにしても意味がないのでこういう感じで綺麗にしていきます、はい、ではこういう窓際の風通しのいいところにねなるべく晴れた日に窓を開けてこういうふうに多分並べて。 干せばいいいかと思いますはいそんな感じでね今回私が普段やっているブラシをきれいにする方法の方をね動画撮らせていただいたんですけれどもどいかがだったでしょうか今回の動画が参考になった面白かったと思ってくださった方は是非、はい、今回ねあのブラシの数が少なかったんですけれども。 あのシャンプーね本当にすごく洗浄力っていうのかながあって本当に綺麗にメイクやってくれあの落としてくれるんであんまり使わなくて済むんで結構ねコスパにもいいです何回も洗わなくていいのでうんいいと思いますファンデーションねリキッドファンデーション使う人はちょっとね必要な場合もあるけどもアイシャドウとかパウダー系の,あのブラシに関しては全然いけますで パフなんかもね、シャンプーで全然綺麗になるので、あの、まあ、一番取れるのがパン、<laughs> 一番取れるのがパンテーンだと私は思ってるんですけど、いろいろね、あの、試供品の、<laughs> 安く売ってるね、こんなちっちゃい旅行用とかのやつを買ってみて試したりしたんですけど、まあ、私の中ではパンテーンが一番取れやすかったんですけども、他のシャンプーも下手なブラシ洗浄、 専用の石鹸とかオレカは取りやすいのでぜひお試しくださいそれでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました